はい、どうもこんにちは、チルコです。おつちるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日もトリクル動画頑張っていきたいと思います。まずはこちらからご覧ください。はい、ということでこの前のガチャでね、当たりました。ルフィを進化させたいと思います。はい、ちょっとね、録画実況で申し訳ございません。かっこいいねかっこいい。はい、進化前と進化後はね、まあそんな変わってないのかなという感じですかね、ボイスはね。はい、ということで早速進化させたので、ターキータイムですね。はい、行ってみましょう。はい、このルフィじゃないはい、はい、この前ねもらいました、ターキーを。これが入る必殺レベルが確実に1上がるので入れたいと思います。はい、 OK。 はい、1上がって必殺レベルが18ですね、はい、ではこのルフィを使って早速、こちらですね、はい、対決レイリーに行ってみたいと思います。まだねこの時これね、クリアしてなかったので挑戦してみたいと思います。行きましょう。はい、こちらのパーティーで行ってみたいと思います。はい、行きましょう。はい、ではね行ってみたいと思います。で、船がもう必殺レベルがねマックスの状態の船で、になってる船で行きたいと思います。そうそう、まずね、その船長アクションが私ちょっと理解してないもので、まあ一回使ってみてね、まあ分かってきたかなという感じです。でルフィ自身でパーフェクト攻撃に成功すると、こうすることでギアパワーが溜まっていくみたいですね。それかお肉ですね、でお肉はねやってみた感じ、こうなかなか難しいかな。でもあ、そっかそっか、こう必殺レベルがマックスの状態だから、普通に必殺レベルを貯めていこうかなって時には貯まるかもしれないですね、そうで、ギアセカンド、ギアサードに自由にギアチェンジができます。まあね、ちょっとやりながらやっていきましょう。おお、通常攻撃今ちゃんと見れるかっこいい。何、ルフィ使った方がいいね。ミスっちゃった。はい、おお、かっこいい
こいいな。はい、次が三面ですね。もうね、ルフィに夢中で一旦の人を無視するっていう。もう何しとんじゃい、まったくもう。そう、あのおじいちゃんがね封じられちゃったので、ちょっとそれを待ちます。ね、でパーフェクト押すとピンクのね、なんか玉みたいなのがこうどんどん下に入ってくのがわかると思います。そうで、ここであの防御寄せで一旦なんで、ここでおじいちゃん使いたかったんですよね。でここにね、今8分の6って書いてあって、このたまる数字が見えます。で今お肉取ったのも加算されてますね。はい、で今マックスになりました。ちょっとね体力が怪しいので、ちょっとおじいちゃんでって感じですね。これ何面かな、4面かな。はい、突破ですね。うん、でボスですね。はい、でフレンドの必殺技がもう封じられちゃうので、前のシャンクさんのところでここで発動しとけばね、よかったですね。で悩んでね、もう一回見るっていう。はい、とりあえず順番がわからないですけど、とりあえずルフィでいいっていう感じですかね。でこの船長アクションがギアサードで、獲得した肉、ここにねあと2個でタンクマンだったんですね。惜しいな。惜しかった。表示されますね、ちゃんとね。とりあえずギアサードになりたいと思います。はい、行ってみよう。あ、そうだね、今戦術アクションやったのかな、確かやったんだと思います。あ、サードで次がギアボスでした、ごめんなさい。はい、かっこいい。これねテンションが上がります、これ。これでギアセカンドにも、ほらね、今ギアセカンドにもこうできるっていうことですね。だからそれぞれの時に応じて変えることができるっていうね。いやーすごいね。はい、はい、かっこいいよ。やばいよ。はい、
攻撃力を上昇と対象スロットを有利扱いですね。でマルコでスロットに大きくして、まあまあこんなこれでいいかなという感じです。はい、はい、ね、今のだけで半分ちょっとかは削れましたね。はい、これでサボですね。はい、でこれでサボが発動したので、ミンゴですね。はい、これでいきます。はい、クリアできました。今ね緊張で順番間違えました。はい、こんな感じでございました。いや、あのね、ちょっとまだまだ理解はしてないんですけど、まあ、とりあえずめっちゃかっこいいです。もう本当にね、当たって嬉しいですね。はい、ということで、対決レイリーを新しくねゲットしたルフィでクリアできました。はい、ね、まあね、またこれからね、どんどんこのルフィ使って動画上げたいと思います。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。